こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイル、焼き豚ですね。焼き豚、何グラムかな。180g。180g の焼き豚がサムネイル、メインディッシュです。だしオムレツ、卵焼き、合計 LL4 個使ってます。白菜、だしに、白菜スープに、白ご飯。はい。で、体重測っていきましょう。昨日はガクッと体重減ってましたけど、あれは休みやからですね。今日は仕事中で水分もがっちり。水太りするぐらい水分取ってますから、昨日のような体重ではないと思うんやけど、どうやろう。はい。体重55.9。あ、昨日よりだいぶ増えてますね。体重55.9、700g 振ってるのかな。体脂肪率12.2、体重55.9、体脂肪率12.2、700g 増えてますね。基礎代謝1321、内臓脂肪レベル4、筋肉量46.5、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量2.6と。はい、もう一度念のために確認です。ちゃんとピッとなるまで待ったかどうか分かんなくなっちゃって。はい、体重56.0、100g の誤差、これぐらいの誤差は当然出ますね。体脂肪率12.2。はい、じゃあもう一度、焼き豚180g かな。だしオムレツ、卵焼き、白菜スープに白ご飯。以上です。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。